吉祥寺、吉祥寺は、東京都武蔵野市に1889年、明治22年から1962年、昭和37年まで存在した大技、旧北多摩郡吉祥寺村。また、現在は、吉祥寺駅を中心とする町及び同士に属する、広域地域名として使われる。武蔵野市東端に位置する、現在、武蔵野市内で、 吉祥寺が冠される町名には、吉祥寺本町、本町、一丁目から四丁目、吉祥寺北町、北町、一丁目から五丁目、吉祥寺東町、東町、一丁目から四丁目、吉祥寺南町、南町、一丁目から五丁目がある。これに、御殿山、一丁目、二丁目と中町、一丁目から三丁目、を合わせ範囲が、かつての大技吉祥寺である。 町は JR 中央線及び京王井の頭線の吉祥寺駅を中心に5番の目状に広がっている。小高い台地の上の平坦な場所に開けているが、南端で三鷹市井の頭と接する付近のみ、傾斜地になっている。1957年、昭和32年からの旧国鉄中央線降下、複々線化計画に対応するため、 吉祥寺駅周辺都市計画調査特別委員会が1960年昭和35年に設置され、また1960年昭和35年に国勝市へ移転す東京女子大陸短期大学跡地の退職権を買収。これらを受けて東京大学工学部都市工学科高山英画研究室に委託した吉祥寺駅周辺都市計画案と これをベースに昭和40年代から当時の武蔵野市長に任した後藤木八郎のもとで構想された、回遊性の高い街づくりを実現するため、吉祥寺駅を中心とした東西南北の十字線上に4つの大型商業施設が設置されている。2010年2月現在、これらの商業施設群に入居しているテナントは、東イコールヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺。 西イコール東急百貨店、南イコール丸井、北イコールコピス基地寺である。これら四つの大型商業施設の合間を埋めるように、中小のビル群が立ち並び、多種多彩な商店や飲食店が軒を連ね、いくつかの商店街を形成している。代表的な商店街として、サンロード、ハーモニカ横丁、平和通り、ダイヤ街などが挙げられる。商業地域の外閣は、 東京多摩地域有数の高級住宅街で、多種多様な著名人等も居住している。商業地域と住宅街の近接性、新宿や渋谷など主要駅に電車一本でアクセスできる利便性、井の頭温師公園や三鷹の森ジブリ美術館などの行楽地が資金であることにより、市場調査会社などが主催する住みたい街ランキングで、たびたび全国第一位に選出されている。 また、吉祥寺地域は、古くから安陽寺、光仙寺、蓮の利寺、月草寺という四軒の寺が集まる寺町である。特に寺が集中している、武蔵野八幡宮、八幡神の付近の地域を四軒寺と呼ぶようになって、行ったと語り伝えられている。吉祥寺通り、東京都道116号関町吉祥寺線と、女子大通りの交差点を四軒寺交差点と称する。 なお、四賢寺という名前の寺があるわけではない。前日の通り、吉祥寺本町、吉祥寺北町、吉祥寺東町、吉祥寺南町を合わせた範囲が、現在最も競技での吉祥寺であり、さらに古典山、中町を合わせた範囲が、かつての大技、吉祥寺である。校舎の場合は、三鷹駅に面した場所も含まれる。一方、 吉祥寺駅周辺の意味で用いられる吉祥寺はこの範囲とは若干のズレがある。例えば、武蔵野市五天山と三鷹市井の頭にまたがる井の頭恩師公園は吉祥寺にある公園とみなされている。花子マガジンハウスなどの雑誌の吉祥寺特集では吉祥寺駅からおおむね1トルの範囲を吉祥寺と呼ぶこともあり、東は杉並区小安や 西寄ぎ北、西は、三鷹市、下連塾、南は、三鷹市、井の頭やムーレ、北は、練馬区立の町近辺までを含むこととなる。人気のある地名であることから、不動産会社では、三鷹市、井の頭や下連塾、練馬区立の町にあるアパートマンションを、吉祥寺の物件として紹介していることが多い。また、京王線の千歳か山駅、仙川駅、 筒子ヶ丘駅などから徒歩でアクセス可能の三鷹市内の物件の場合でも、吉祥寺からバスで、文と紹介される場合がある。吉祥寺通り周辺では、吉祥寺の名前を一部に関する事業所やマンション等が駅から2から3キロメートル離れた相当遠方まであり、北は練馬区関町南の店から、南は三鷹市新川の物件まで存在する。 詳細は、吉祥寺駅を参照。吉祥寺は、下記の主要路線が交わり、吉祥寺用通りを除いて、道路も、車線数や、車線幅が広くない。各道路が、東西南北に並行しあって、その囲まれた真ん中に、吉祥寺駅及び中心街が広がる構造になっている。南側にある井の頭通りの東行きは1車線、西行きは2車線の近田川1車線は、 バス停になっており発着数も多いため実質は片側1車線の両側2車線になっており、なおかつ送迎による停車車用、信号のある横断歩道、納品などの配送車による違法駐車も多いため渋滞が常時発生している。その井の頭通りに接続する吉祥寺通りも時間によっては激しく渋滞するため、そこをメインに通る小田急バスと同バスの共感路線がある。 京王バス東は慢性的な遅延が発生している。遅延対策、運行維持のために、南側の万助橋付近、井の頭通り交差点まで、バス専用レーン朝夕に設けられている。この時間帯、北駅車両は井の頭通りを右折できない。明令の対価によって、江戸本郷元町、現、文京区本郷一丁目、水道橋駅付近に存在した。 諏訪山吉祥寺の門前町が消失した際、幕府は都市計画に基づき道地を大名屋敷として再建することにした。そのため、吉祥寺門前の住人をはじめとする居住地、農地を大幅に失った者たちに対し、普段の群れやと呼ばれた幕府御用の茅場を大地とし、5年期限で不知米を与え家屋の建築費用も対応するいう条件で希望者を募った。 吉祥寺の老子の佐藤正衛門と宮崎神衛門が土着の百姓、松井十郎在衛門と協力して、これに応じ、現在の武蔵野市東部を開墾して、住人たちを移住させた。織氏も玉川上水の開通に伴い、かつては水利が悪く無人だった武蔵野大地が、神殿開発によって広大な農地へと変わっていく過程で、五日市回路。 現在の東京都道7号杉並明の線沿いに、整然と隠された短冊状の土地が形成され、移住者によっては、五日市街道から玉川上水の分水である、千川上水に至るまでの区画、600軒余り、1000メートル以上にも及ぶ長大な土地を与えられた者も,もいた。しかし土壌はさほど良いものではなく、農地はすべて二十歳であり水田はなかった。 吉祥寺に愛着を持っていた住人たちにより、神殿は吉祥寺村と名付けられた。1923年、大正12年の関東大震災を契機に被災した、市街地から多くの人たちがまたもや吉祥寺に移り住むことになり、人口が急増。美しい欅並木でも知られる、整形学園が池袋から移転したこともあって、農村から住宅街、 そして多くの商店や学生で賑わう街へと変貌を遂げることになった。吉祥寺門前の住人が五日市街道沿いを開発、移住したことによる、当地に吉祥寺という名の寺院が所在したことはない。成形大学、東京女子大学、かつては武蔵野美術大学美術学部、現在は通信教育部と武蔵野美術学園が吉祥寺駅から徒歩圏内に、 立教女学院、武蔵野大学、国際キリスト教大学、アジア大学、京林大、日本獣医生命科学大学、ルーテル学院大学などの大学が、吉祥寺駅から鉄道やバスで15分圏内に点在する。このため吉祥寺には多数の学生が集い、吉祥寺は下北沢やお茶の水と並ぶ東京有数の生の町としても知られている。吉祥寺には、 個性豊かなものとしてガイドブックで紹介されることのある商店や飲食店が数多く営まれている点が指摘できる。その一部を歴史はアニメ化もされている作品楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。